私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。六時40分だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。知っておるかな？同じ滋賀県民がたくさんこの電話で詐欺に遭っておる。今年も10月までに滋賀県だけで2億3000万円もの被害が出ているんだよね。安のおっさん頼んだぞ。詐欺用心、電話一本詐欺のもとを伝えて歩くのじゃ。緊急企画、お年寄りを詐欺から守れ。詐欺用心やんや。ビバビバばあさんじゃ。安のおっさん、特殊詐欺の被害を防ぐため方々にあんぎゃを頼むぞ。いや、お月さん出てるけどえらい暗いがな。もうな、何時？もう7時過ぎです今。あかんがな、わしおっさんや。でも寝る時間近いがな。え、いつも何時寝れるんですか？だいたい1時半、はい、7時半、早いですね。まあ、いろいろやけどね。あ、そうですか。うん、いいお話がありまして、安本さん、チアバールさんってご存知ですか？知ってやるがな、いろいろと絡ましてもうてるがな、元気いっぱい。そうですね、アンギャの時とかも応援に来てくださってましたよね。で、実はチアバールさんが、あの安野王さんが、あの特殊詐欺の、あの防止で県内いろんなとこ回ってるっていうのは、だから、あの話が回りくどい、回りくどい、まどろっこしい、まどろみそうなの。まどろ、あ、それは眠いですね、その眠い夜やから。で、今日は実はチアバールさんのとこに来させていただきまして。なるほど、今からチアバールさん立ってるんかいな。そうです、そう言うてくれな、さっきに、はい、元気をいくなら負けんよ、まどろみだから。大丈夫ですか、眠くないですか？あ、行く行く、はい、じゃあ、よろしくお願いします。行きましょう。ということで、公民館の練習場へ。ドアを開けて、さっそうと登場と思いきや、タックル、はいはい、段取り悪いで。片方でわしの顔が飛ぶわけないやん。教室にならず帰ろう思ったのに。タックルらしいね、これ。はい、じゃあお待たせ。どうも皆さん、こんにちは。チアバール夢組さんは竜王町を中心に活動するチアダンスグループ。元気なお母さんたちの集まりじゃ。チアバール夢組です。今日の詐欺用心アンギャは特別編。チアバール夢組の皆さんにお話を聞いていくぞ。力貸してーな、もう。なぜならばチアするのがチアバールさんやろ。ぜひ。なんか1週間に5件とかある時もあるらしいで、痛ましな。皆さん頑張ってきて貯めたお金とか、守りたい。もしあの、こんなん私も電話かかってきたわとか、はがき来たわとか、そんなことあった、このエピソードを知ることが皆さんの助けになる、応援になるさかい、ちょっと教えてくれへん？怪しいメールが届いた人がいたぞ。携帯にね、あるお荷物が届いてますから、お留守でしたので持ち帰りました、で連絡ください。あ、それっぽいやん。ショートメールで、いつもならそんなことないから、もう無視してきました。なるほど、気づいてスローしたわけやな。そうです。なるほど、できたい。はがきが届いたという人も、はがき
秋が来ました。来ましたよ。秋はね、あの消費税の滞納がありますから払ってください。これ期限までに、この期限をもう過ぎたら裁判沙汰になります。消費税ってね、私そんな滞納するはずがないよね。あら、怖いわ、怖い。警察に行きました。警察の方はもうこんなもん無視してよろしいいうことで、その目の前で破ってくれました。失恋した男の恋文のように破って、それでスッキリしたわけやね。スッキリしました。なるほどね。やっぱりあのあれやね、その滞納とか裁判とか怖い言葉があったら、なんかちょっと手相なんかしない。焦ったで警察に行ったんですよ。ポンポンも震えとった。私は泣きながらも警察を選んだっていうところが偉いね。さすがじゃな。それではチアバールさんのダンスに合わせて詐欺対策のおさらいじゃ。事例1、 SMS 詐欺。宅配業者を装ったショートメールが届いたら、対策、不審なメールのリンクはクリックしないでね。事例2、架空請求詐欺。身に覚えのない請求ハガキが届いたら、対策、不審なハガキが来ても書かれた連絡先には絶対連絡しないでね。ヤスのおっさん三条寺なんじゃ。龍王長編、次回に続くぞい。次は会ってくれてありがとうだもん。当たり前が眩しいな。いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、会ってくれてありがとう。彦根市元町、国宝彦根城の外堀のほとりにひときわ目を引くデザイナーズビルが見える。元町61、このビルが今回の会ってくれてありがとうの舞台。ルイセニエに届いたありがとうメッセージ。洗練された高級ブランドを取り扱うプライベートブティックです。温かい接客で人と人とのつながりも大切にしておられ、気持ちも華やぎます。地域から長く愛されているお店です。会ってくれてありがとう。ありがとうございます。温かい光と風が差し込む元町61はランブリングギャラリー。お散歩をしながら各階を回ると、個性あふれる商品がエリアごとに待っている。ルイセニエ、海外のものも多いですし、日本人のデザイナーがあの思いを込めて作っているものもあります。作り手の皆さん本当に自分のやりたいことをやられてたりとかするので、そういう方のお話を聞きながら感動したことをそのままお客様にお伝えできたらなと思ってます。店長の山田さんはお客に冒険を勧める。やっぱりあのその方その方で魅力ってあの皆さん違うと思うんですけれども、それを一緒に冒険して探検して新しい魅力を発見していただけるようにと思ってます。洋服だけではなく、その手入れの提案やフランスのサンジュリアンから取り寄せたルームフレグランスなども紹介する。
行動範囲とかでご旅行のご予定とかたくさんお客様からお話をいただくようにしてからおすすめするようにしてます。お客のワードローブは頭に入っている。今までのそのお洋服に重ならないように全部一点一点お客様の顔を思い浮かべて仕入れるようにはしています。知っていただいたらゆっくりとお茶しながらケーキを提供しながらゆっくりと楽しんでお店の中で少しでも長くいてくださるように心がけているんですけど。器とインテリア、オービアン、普段使いの暮らしの器や食器が並ぶ。和食器に合う艶を消したカトラリーなど細やかなこだわりを持って店長の児玉さんが全てを買い付けている。今季節が晩秋から冬に向かっていますので今は土鍋がおすすめになっております。ご飯を炊くための土鍋であったりお味噌汁鍋だったり蒸し鍋ができるような土鍋にもなっています。持った時の重みだったり手触りだったり、作られている人それぞれのこう思いが伝わってくるようなものを選んでいます。お店のインテリアとして並ぶ流木と古民具を使ったインテリアブランド鉄山。ルイセニエ社長で造形作家の山田哲也さんが作った作品だ。丸いものが多いと思います。それは円相、すなわち惑いという意味でこうみんなこう楽しく集うというそういうコンセプトで、古いものを使って、こちらにもありますような作品を作っております。素材は旧家にあった古いクワや欄間や車輪、そして流れ着いた流木。時を経たものを作品として蘇らせる。元町61は30年を経て魅力的なスタッフが集まりファンが集うショップになった。それぞれのお店ですごくいいものを扱ってたりですとか個性豊かなスタッフがお迎えできるので楽しんでいただきたいですね。2階の元町サロンはギャラリーなどイベントスペースとして始動した。光と風とスタッフが迎える散歩道、ルイセニエ。会ってくれてありがとう。今日のエンディングはこちら。ひんのなお洋服先輩気に入れたら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ YouTube で見てね。